五光記念館で開かれている熊台掘ったらいろいろ出てきた展。およそ4000年前の縄文土器や奈良平安時代の土製の馬土馬など熊台キャンパスから出土した遺物54点が展示されています。熊本大学の埋蔵文化財調査センターは学内の再開発事業に先立ち遺跡の発掘調査を行っています。2014年黒上南地区の理学部周辺の工事では縄文時代の土器が出土したほか埋葬された2体の人骨が見つかりました。また去年黒上南地区新校舎の建設現場からは弥生時代の有力者のものとみられる周りに溝を巡らせた宝剣集鉱墓が見つかりました。このほか奈良平安時代とみられる土製の印には国の字が反転せずに刻まれていてまじない用と推定されています。黒上キャンパスは竜田山が北の方に背後にあってで南の方には白川それで西側には坪井川があって、まあ、山と川に今挟まれた場所でその平野部をうまく使ってですねまあ、山の幸もあれば川の幸もあってそういった場所に住みやすい場所ではあったんだと思います。この展示会は11月25日まで熊台五光記念館で開かれています。